はい、どうも皆さんお疲れ様です。タンポンです。タンポン実況するスナイパーゴーストウォリアーコントラクト、今回は第9回目ですね。続きの方をプレイしていきたいなと思います。前回、クルーチャートバとセイホフ、この2人をしましたので、いよいよ最後の、ところですね。まあエリアは同じなんですけども、砕氷船に新砲を設置ということなので、かなり、ね、潜入ミッションが今回のメインとなっていますので、今回はそちらの方の、コントラクトやっていきたいなと思います。で、まあ、警報とかに関係なく普通に C4 の設置だけが今回の、目的になりますので、またねスナイピングポジション取って敵を殲滅させてから、やっていこうかなと思います。まあ、さっきのミッションであらかた、まあ、ちょっと敵を倒したので、多分ね、そんなに敵の量としては多くはないとは思うんですけども、まあ、ちょっとうまくスナイパーでまずは数を減らして安全に砕氷船の方に C4 を仕掛けたいなと思います。まあ、今のところね、このエリアコルチャック・ハーパーのね、コントラクトはねうまいことやれてますからね、その辺りは楽しませてもらうぜ。ちょっと上を取ってスナイピングしようかな。敵を倒すと、まあ、メインのターゲットをね倒すと、こうやってある程度敵もね、マーキングされるので、まあ、かなりの量なんでね、この敵の量をどう処理するかっていうのがちょっと一つポイントかなと思います。左から行くと監視カメラがあったりとかしてるので、あの監視カメラを潰すっていうのも一つ手なんですけどね。あとこっち側は意外と敵の、まあ、警備が手薄なので、あちら側から回っていくっていう作戦も一つ、まあ、手かなとは思うんですが、まあ、敵の量が多いわな、そりゃ。結構いるね。とりあえずあれ壊そうか。リロードして、で、あいつもヘッドショットしたら一発で倒せるから。ヘビースナイパーライフルが今のところすごく使いやすいですね。まあ、ちょっと取り回しの悪さはちょっとあるんですけども、ああいった装甲兵とか、あとはある程度遠距離もね安定して狙うことができます。ただ弾速はちょっとやっぱり遅いので、遠くの敵、まあ、300m ぐらいのスナイピングはちょっと難しいかなっていうのが個人的な印象ですね。ある程度あらかたね結構マーキングはしたくて、まあ、ちょっとバレない範囲のところからスナイピングしてこうかな。で、チャレンジで爆破して敵を倒すっていうのが7、あと7キルやんなくちゃいけないらしいんですけど、まあ、それは意外と難しいんで、あいつ引っかかってるぞ。大丈夫それ。大丈夫か。まあ、C4 多分あの辺に仕掛けるんだろうけど。爆破で倒せなかった時だよね、問題はね。まあ、いきなりドーンってね、バラすのも嫌なので、ちょっと先にスナイパーを見つけたいな。スナイピング合戦になるとちょっと厄介なので、私結構ああいう、こういうとことかにね、スナイパーいることが多いんですけど。じゃあバレてないと言ってもね、向こう側に敵方にねスナイパーがいるとちょっと厄介です。まあ左側のエリアはある程度敵はもういなさそうなので、こちら側のエリアですね、ちょうど僕が見てるんですかね、まあ大丈夫そうなので、とりあえずじゃあやってみようか。結構な数だぜこれ。あいついけるな。いや、いるわ。
難しいね。外した。警戒されてまーす。こうなるとまだ敵はね発見してないので、まあ一人ずつゆっくりやらせてもらえますか。そしたらスナイパーいるんで。スナイパーどこだ。いて、おい、いてやべえ。俺を敵に回したこと後悔してさせてやるぜ。とりあえずスナイパーに見つかってんだけど、スナイパーの位置が分かんないから、とりあえずここでこの遮蔽物をうまく使いながら敵の数を減らそう。どこだスナイパー。いってあぶね。にいるらしいんだけど、俺の目が節穴なだけ。いただき。お、2枚抜きやったぜ。よし、いい。やばい、あれはまずいぞ。弾12発しかない。しかも僕もヘッドショットされると一発なので。倒したぞ。結構いるな。あれがあって、死んだ。スナイパーにやられた。あ、難しいな。スナイパー強え。いい感じに遮蔽物に隠れてたと思ったんですけどね。まあ見つかるとまあこんな感じですか。とりあえずスナイパーどこにいたんだ。めちゃくちゃ狙われてたんだけど。とりあえずここにいるでしょ。から撃ってきてた。坂あんな奥とかにいないでしょ。どこいた？スナイパー。やられろ、寝とけ。さて、スナイパーを見つけたいぞ。どこいた？いないよ。やばい、スナイパーの位置が分かんないで、自利品だぞこれ。まあいいや、とりあえずやっちまおう。側からやるか。この視点いいわ。まあ、やられてもさ、この視点があるからいいよね。ショットをいただきました。気づかれてないみたいですね。
ただきます。よし、リロードだ。こっち側からはいけないから、どっちにしろ。あっち側のルートじゃいけねえもんな。とりあえず敵を倒しつつだな。潜入しよう。真ん中を突っ切るっていうのも手だけど、ちょっとそんな危険な真似はできないので、とりあえずあいつらを倒したルート、右側からぐるっと回って、そうか、比較的右側も警備がいないので、よし、それで行こう。ちょっとこっからだと、ちょっとスナイパーに狙われる可能性もあるから、ちょっと移動しまーす。よし。で、収集物はこの辺にあるらしい。これか。よし。あとは敵の数を減らしつつ。ダブルキルも縦並びだったらいける。もうちょいもうちょい。なぜだ、やべ、これを合わせんでも忘れていた。だから上にそれてたのか。なんかお偉いさん倒しちゃう。今んとこ大丈夫そう。強そうだ。このおじさんから漁ってくれ。収集品ゲット。よし、これであとは砕氷船に C4 仕掛けりゃ終わりだな。行けねえな、行き止まりか。行き止まりだね。違う、行けねえ。落ちたんだけど。落ちたわ。あれ、どっからだろう。どこだ。あ、これか。なるほどね。
ああ、オッケーオッケーオッケー。了解です。なるほど。なるほどね。ワンショットダブルキルで行かせてもらうぞ。お前はサボりか。少しは警戒しなさい。よし。すごい吹き飛んだなこの人。車が爆発したのか。そういう倒し方もある。よし、あとは C4 仕掛けりゃ OK だ。あの上から行けそうだ。よし、とりあえずサクッと C4 仕掛けましょうかね。ここかな。3箇所設置しなくちゃいけない。地方設置者で、あと2箇所。敵おるやん。あれ、バグ？バグじゃなかったわ。危なかった。で、あとは脱出すれば OK かな。OK。怖いから、ちゃんと来た道をちゃんと戻ろう。よーし、ここでのエリアのコントラクトもこれで無事にクリアだな。結構あれだね、爆破できるものが多いから、車とかを狙って撃って爆破して倒すっていうのも一つ、そのキルの仕方としてはありのような感じがしますね。あと思ったのが、やはりスナイピングポジションをやっぱり見つけるっていうのが大事ですね、自分なりに。まあ、ここからだったら安全だろうっていうところですね。そこからちゃんとこうスナイピングをして敵の数を減らして状況がね、より把握できる状況にしてから、進めていくとね、よりちょっと攻略も、簡単になるかなと思います。あの正面からの打ち合いになってしまったりとかすると、わりかし、不利なので、やはり遠距離からね、一人ずつ仕留めていくのが一番楽かな。よし、あとはもう、おお、敵いたね。残党か。残党かっていう。ただこいつは警備サボってただけだろ。よし。降りる。
番怖いのは落下ダメージだな。よいしょよいしょ。オッケー。たたたたたたた。ほっほっ。よいしょ。脱出してもさ、あれだな。痛い。結構痛い。危ない危ない。ああ、寒い寒い寒い。よし。よし。さあ、これでここのミッションも終わりだな。よーし。クリアしました。ランク完了 75%。 あ、懸賞金一人いたんだね。どこにいたんだろう。なるほど。じゃあ終了。メインメニューに戻りますか。はい。よーし。よし、次、ニュー。ベクトフ・バレー、囚人を解放せよ。サシャ・ペテロ、ペトロシェンコとアグワントルジェフを殲滅せよ。隠された、不正行為の証拠を見つけよ。チャレンジが、障害越しに適用しますせよ。200メートル離れた敵を、ダブルキリを実行せよ。ドルジェフを尋問せよ。ただ両方のターゲットナイフのみで。やばいな、ナイフアート貸さなくちゃいけない。さて、まぁ、ちょっと移動実を言うと、チャレンジトークで、ちょっとですね、いろ、近接スキルを5秒間移動速度が上がる。アドレナリンの容量が上がります。用品の容量。金星自動的に敵から略奪します。あ、これ、前作で持ってたんですけど、これあると便利なので、これはコストかかんない、お金だけなんで、買おうかな。で、ちょっとサブ武器でドローンですね。ドローンをちょっと買いたかったので、ドローンを買います。これかな。ドラゴンフライ。これチャレンジトークン星1個使うんですけども、これを解除します。購入。よし。そしたら、サブのドラゴンフライで、遠隔のハッキングですね。これあると便利なので、これを買います。電磁パルスモジュール、ルアーモジュール、サーモビジョンか。ドローンの、これ欲しいな。でもチャレンジ1個か。とりあえず、スナイパーの弾はそこまであれかな。スーツカモフラージュ。ラージュ系か。歩行及びダッシュ時に音が鳴らなくなる。これめちゃくちゃいいけど、すごいコストかかるな。装備中の装甲にカーボン。これね。これ欲しいんだよな。装備中の装甲にケブラー装甲レイヤー。装甲あると、やはり確かに戦いやすいから。ガジェットの容量か。スナイパー、どっちがいいのかな。ケブラースーツと迷いますね。スタミナ回復、スタミナ系欲しいな。落下ダメージ系、落下ダメージ軽減はね、欲しいですけどね。マスクは、マスク結構開発してるんですよね。機能範囲が、ステータス視線が分かる。音の出しどころ、マスクモードにて 25m 以内全ての敵が自動でマーキングされる。 25m だもんな。
ああ、武装解除もできるんだ。ああ、なるほどね。ちょっといろいろ見ていこうかな。せっかく、あれなんで。武器は今んとここれが一番使いやすいな。ドラグノフっぽいやつ。これいいなぁ。これかっこいいなぁ。すぐ武器を集め出せっていうね。これかっこよくない？ティカルボ。ダメージ、連射速度。潜伏射撃、推進レンジ、反動補助。ダメージめっちゃこれ高いんだ。へぇ。これはセミオートスナイパーライフルっぽいな。はあはあはあ。これめっちゃ高えな。ダメージ連射速度、反動補助。これはなんかもう長距離スナイパー用って感じのやつですね。今んとここれがね、一番結構使い勝手がいいので、使ってますけど。変更しようか。装備し、結構いろいろね、ガジェットも、こっちをね、強化してった方がいいから、こっちにつぎ込もうかな。カーボンファイバー。これどっちがいいかな？ 0 から50。50から100。投擲可能な。ガジェットか、ガジェット取って、これ取って、で、スナイパーの弾。特殊弾薬。特殊弾薬あんまり使わないから。息出してる、息出してる。スタミナ消費が軽減される。これかな。あー、迷う。落下ダメージ軽減も欲しい。落下ダメージ軽減欲しいな。意外とダメージでかいんだよな。あ、ここはあれなんだね。切り替えなんだ。じゃあ、こっちでいいかな。この2つから1個取れますよっていう話なんですね。なるほどね。そういうことかい。はい、変わらない。戦闘前、チェインキル。あー、デコイトラップは死のガス。センサー。アドレナリン。アドレナリンか。アドレナリンで薬の量を増やすっていうのも一つの手。ただ、僕は武器が欲しい。AK12 欲しいんですよね。こっちでもいいんだけどな。迷う。これあれだね。なんか ACR っぽいけど。まあ僕は AK 好きなんで、AK12 買います。AK12 買って、重心にサップつけられないんで、ブステッドマガジン。とりあえずダットサイト向けて、とりあえずダットサイトかけて、フラッシュサイトとレーザーいらない。弾は20発。20発ありゃ十分だな。ピストルはこれ、ダウンロード、まあ、あれかな、初回購入特典のやつがこれあるので、これで今のところ困ってないので、まあ、他のを買うっていうのも。わあ、M9 ね。これかっこいいな。ちょっと買いたくなっちゃうな。買いたくなっちゃうな。他の武器買いたくなっちゃうな。これめっちゃいいじゃん。タクティカル45みたいな感じだね、これ。これでもめちゃくちゃモリモリなんだよね。このところ。ちょっとスナイパーライフル買っちゃおうかな。でも、ちょっと開発だな。
ちを充実させた方が後々の戦闘が楽になるから。じゃあ、シガドの中ダメージか。セラミック。セラミック装甲レイヤー、伏せ打ちの。これ欲しい。これ欲しい。これにして。で、リロープのスナイパーの弾。弾切れ、でも弾結構回収はできるけど。この辺から全部チャレンジトークン必要になってくるんだね。どれにしよっかな。弾薬、金を貯めててもいいんだけど、あと1個ぐらいしか取れないね。迷うね。これが今んとこ使いやすい。弾薬増加。迷彩。うわ、迷彩欲しい。4000円か。サバンナゴールド。迷彩ね。かっこいい迷彩あったらいいんだけど。フロストペイン。あ、いいね。シルバースプラ、おお、めっちゃいいじゃん。こっち、こういうのを充実させたい派なんだけどな。まあ、ヘビーダイスナイパーライフルあれや、十分。補正もズーム補正はつけてって。とりあえず、これでいいか。スナイパーライフルはしばらくこれで大丈夫だな。で、AK 買ったから、ガジェットだな。ガジェットでも、ガジェット、まあ、現地調達することができるので、まあ、アドレナリンくらいかな。アドレナリン買おうかな。まあ、医薬品はアンロックされてるんですけど、チャレンジトークン使ってまで、やる必要もないか。そしたらこっちに充実させた方がいいな。アドレナリンか医療品。アドレナリンにして、アドレナリン解除して、っていうのがいいかな。自動マーキング。警告装置のマーキング範囲。容量増やそっか。とりあえず医薬品の容量増やして、で、お金足んないからお金貯めて、あとはなんかやるか。OK。こんな感じかな。結構揃えたから、これでいけるでしょう。ね、装甲も買ったし。装甲も買ったらだいぶ戦いやすくなるよ。OK。で、ピストルなんか買えないから、2万ぐらいで。下になるとダメだね。リボルバーはいらない。いらねえな。スモークか。スモークあると便利なんで、フラッシュ。警告装置ね。スモーク買っちゃおうかな。スモーク買うか、これの迷彩買うかだな。迷彩買おうかな。カーボンブラック、かっこよさそう。こういう系の色がすごい好きなんだけどな。サハラネット。シルバースプラッシュがかっこいいかな。顔。わ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これ全部つけられるでしょ、一回買ったら。ほら、
お、いいじゃん、いいじゃん。これ、シーカーのこの衣装に合ってますね。いいね。AK かっこいいな、やっぱりこれ。こういう AK かっこいいよね。よし。はい。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、スキルの方も充実させて、次回からはですね、こちら、ベクトルフバレーという、ところに行きたいなと思います。まあ、次回以降10回目なんですけども、すいません、ちょっとスキルフリーでだいぶ時間取っちゃったんですけど、まあ、これぐらい充実してるっていうことで、自分の戦略に合わせてね、戦うこともできるので、ぜひ皆さん、いろんなスキルを解除してですね、楽しんでいただければなと思います。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。